ハッッピーーラキミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりますはい皆さんこんばんは金曜日の夜7時になりましたハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイムスタートでございますデ k キューありがとうございます本日は、えー、2023年6月の16日で第140回を数えております えー、皆様のご視聴のおかげでございます。えー、今週ですね、えー、大仙人はですね、えー、非常に貴重な体験をしてまいりました。昨日、あの無料セミナーでね、えー、会員の皆さん、出席の会員の皆様にはお話をしましたけれども、えー、昨日6月15日、何の日かと言いますとですね、 えー、工房大師空海の生誕1250年と、えー、いうことでですね、えー、もちろん、えー、工房大師空海にゆかりのあるですね、えー、大仙人はですね、えー、その生誕の誕生寺と言われております善通寺市ですね、えー、香川県です、えー、四国の香川県。 全、えー、通自市に6月のですね14日のですね1250年誕生祭法へっていうんですけど法に合うと書きましてね、えー、供養祭がありまして誕生祝い祭がありましてですね、えー、出席をしてまいりました、えー、そしてですね秘仏と言われるものがありまして、えー、その秘仏というのは何かといいますとね瞬き大師といいまして工房大師といえばですね有名なのが検討、えー、支線に乗ってですね 中国に行って、えー、それで2年間で修行を終えて帰ってきてですね、えー、今高野山とかですね、えー、まあこれ東京にも結構ありますねゆかりの寺真言、えー、宗というんですけどね、えー、私はあの大正には別に仏教をですね信じてるわけでもなくて仏教というのはですね宗教になってしまったから、えー、皆さんねなんかねすごい。 えー、もうあのー、あんまりこうね楽しくない場所みたいな葬式仏教みたいな感じでですねお墓が立ち並んでてですね、えー、なんかね、えー、人が亡くなるだんなるとご縁慮ができるところぐらいのね感じしかない。 えー、そんな葬式仏教に成り下がってしまってますけど元々とはですね私なんかここの、えー、放送でも話しましたけど釈迦というのはですね彼はですね、えー、その要するに,に宇宙の真理をですね、えー、人間に広めるためにですね私たち自身が、えー、宇宙であり神であり、えー、そして悟りをですね、えー、そもそもですね、えー、開いている。 えー、そういう存在なんだというねそこの部分に気がついてないからいろいろとこう人生に苦しみがあるんだみたいなねことをおっしゃっててそれをインド中にまあね社会、えー、が悟り開かれてからですね、えー、約50年以上ですねインド各地を放浪された同じく空海もですね社会が、えー、2500年前の方なんですよねでちょうど1250年前に弘法、えー、大師空海が 誕生されていいるというか、ね、今の時代から言うとちょうど半分のところですよね1250年これがです、ね、本当に面白い話でして私はそこに、ね、すごい、ね、宇宙の仕組みを感じるんですけど、えー、今日の前半のお話はですね、えー、その空海のです、ねえー、お話をです、ね、少しエピソードを紹介しながらですね、えー、後半 えー、私がですねこれから日本というのが本当に世界の中心になって、えー、そのですね新しい文明を切り開いていくよというねで大仙人自身もですねその役割を任じてその、えー、釈迦生誕2500年後ですよね、えー、そして甲府大師空海生誕1250年後,12年後、ね、大仙人誕生ということで <laughs>、えー、新たにですね 時代を切り開いていく活動をしていくというお話を、ね、していきたいなというふうに思います。でその日本がこれから世界の中心になるんだよというのは実はこのね「歴史は国家の最高機密」という本を出されている藤安山大神宮の大宮寺である渡辺正雄大宮寺ですねこういう分厚い本をですね書かれてるんですけども一部ですねそのこの本からの引用もですね交えながらなぜ日本がねこれからね えー、すごいことを迎えるのかと、すごい時代を迎えるのかというところをですね、今日はですね、久しぶりに紐解いていきたいと思います。で、ちょっとその前にね、ちょっと皆さんに、えー、昨日ね、セミナーにお越しになった方々にはプレゼントいたしましたけど、今日スタッフさんにもね、えー、ちょっと、えー、プレゼントをしましょうかね、えー。iPhone をお持ちですかね、まあ、あのパソコンからでもいけるとは思うんですけど、えー、サウンドパーク。 っていうですね、えー、検索をしていただくとですね、アプリが出てくるんですね。サウンドパーク。えー、出てきますかね。わかんないですか。はい。えー、またあの、じゃあ,あの、スタッフさんには、個人的にはですね、えー、そのアプリご紹介したいと思いますが、私の方の、えー、ダウンロードしてるアプリでね、 ちょっと面白い実験をさせていただきましょう。これ何かと言いますと、実はこのお,おとといですね、6月14日の工房大師空海1250回誕生会の方へ、全、えー、通寺市のも催しにですね、全泊をしてご一緒させていただいたのが、大橋敏、えー、夫さんというですね、えー、水筋靴っていうんですけど、水筋、iPhone じゃないですね、はいはい、<laughs> 了解するんです、了解すアンドロイドね。 えー、若者アンドロイドが <laughs> 多いですよね。<laughs> はいはい。いいです、いいです。えー、そのうち、アンドロイド版も作るっておっしゃってましたから、えー、できたらご紹介いたしましょう。えー、iPhone をお持ちの方、ぜひダウンロードしてみてください、えー。サウンドパークです。で、これ何かと言いますと、あの水ごとですね。水ごとって何かと言いますと、えー、こういうですね、あの、1、えー、の水ごとプロジェクト。 ってていうようよなことをされてるんですけど、えー、水がですねこう落ちてくる時にあのこのその落ちてくる力を利用して琴を鳴らすという音をですね水ごと,と言います。でその音をですね、えー、その一つのこういう,う水禁窟っていうんですけど、まあ、グッズにされてですね癒し具のグッズですね。 大型だとこれぐらいだと思いますけど、二、ま、十、あ、数万円。小型だとこれぐらいで十数万円みたいなもの全世界あの全、日本全国にまず1000か所設置したいという活動をされております。水ごとってこういう音です。この無料体験、あのそのアプリですね、無料体験の、えー、ところもありますので、例えばこういうふうに、えー、その水ごとの音が聞こえま,聞けます。 これ、えー、すごい睡眠にいいといですね、安眠できるっていう、癒しの音の周波数になってます。わかりですよね。こういう音がいろいろ、あと集中とかリラックスとか、目覚めとか、まどろみ、え快適空間とかね、幸運を呼ぶ音とか、強運とか、お昼寝まであります。いろいろなそういう音の、えー、出せる水ごとのですね、 けるアプリになってますが面白いことをですねその大橋さんに大生には教えてもらったんですね、えー、どういうことかと言いますと耳年齢というのがあるんですよねでスタッフさんもあのねあの高校生とか中学生の時よく深夜にコンビにたもろってませんでした <laughs> そんなことはね <laughs> うんこづりしてそんなことはちょっと頭にはみたいな <laughs> あのー、昔ですね、やっぱりね、ちょっとね、深夜の時間に、えー、コンビニでですね、いろいろとちょっとね、えー、若者があまりにもたもろすぎて,すぎてです、ね、困ったコンビニ側がどういう対策をしたかた、最近ね、えー、あんまりね、若者がたもろな,な,なくなったんですよ。なぜかというとね、高周波の、あの,のねるような、かのなるような音してます、ビーン,キーンって音ねあの聴覚検査でも あ,の聞こえる音あれですよねあれねだんだんね年齢がね加齢していくとね高周波の音聞こえなくなってくるんですだからあの,あのお年寄りは若者のね拾えてる音が拾えてませんでそのコンビニではですね実はその二十歳以下の人間しか聞こえない音高周波を鳴らして何ここすっごい蚊がいっぱいいるのみたいな迷惑をみたいになってですね えー、コンビニで保ることができなくなってるんです、今実はね。で、ちょっと今から流しますから、音をね。はい。これちょっとテストしますんで、えーえー、聞いてみてください。ちょっとね。え聞こえたら丸くださいね。はい。OK ですね。はい。これ70歳です。<laughs> 楽勝ですよね。はい、次これいきます。 OK ですね。はい。60歳です、これ。次行きます。これ50歳です。はい。大前に聞こえます。<laughs> 30歳ですから。<laughs> 次行きます。聞こえますか大前に聞こえますよ。ああ、怪しいね。<laughs> 聞こえない。<laughs> あら、40歳ですけど。<laughs> 次いきますよ。次いきますよ。はい。これね、大好に聞こえないんですよ。聞こえるおー、さすがですね。30歳。はい、次いきますよ。うーん、かすかにっていう。おー、いいですね。二十歳です。だから、コンビニにはこれがなってます。<laughs> でもかすかにですから大丈夫ですね。今コンビニ深夜行っても。<laughs> 実はです。はい。まあ、こういうね、ことで音というのも私たちの本当にこのね、感じている感覚の世界。全然個人によってやっぱ違うわけですね。はい。で、みんな、皆さん自分自身が感じているのだけが真実だと思ってるから、ね、だけど実際体験している音の世界もこれだけ違うということなんですよ。はい。 もちろん若い時にこういう高周話の音を拾えるっていうのは音楽で高周話の音ってたくさん癒しの音ということでねモーツァルトとかベートーベンがやっぱりねすごい高周話を出してるわけですねだからすごい癒しの音というふうに言われておりますこれチェックできますししかもねあの一人のスタッフさんね残念ながら30歳聞こえなかったけど30歳ねあ40歳が聞こえなかったのかなちょっとまずいですね えこれあのダウンロードして一生懸命こう音を訓練して集中してやってると聞こえるようになってきますんでだんだんねそうするとその聴覚の感覚も若返ってきますぜひお試しくださいワン、えー、さんにはこれねプレゼント頂きましたんで教えていただきましたんで、えー、感謝の、えー、胸をですね述べ,述べておきたいと思いますおはし大橋敏郎さんありがとうございますこれ見ておらっしゃるかな今日ね <laughs> ご一緒させていただきました。で、えー、前通じのですね、そのですね、被物をですね、実は50年ぶりに後回調された秘仏を見てきました。間、え、延、ー、き大使と言い,いまして、これ不思議な話の公務大使の一つの、えー、一つのですね、お話なんですけど、公務大使がですね、えー、空海が、えー、検討出船に乗って行かれるとに昔、昔検討出というのはですね、だいたい20年ぐらい帰ってこないんですよね。 あるいはひょっとしたら遣唐使の船って昔の船ですから、えー、約半分ぐらいは遭難して帰ってこなかったっていうね非常に命がけの、えー、話だったわけですよでお母さんがすごく悲しまれて、えー、それをですね見た空海さんがご自身でご自分の自画像を描かれたんですねそれがその生まれ寺の全通自身に残ってるんですけどそれ50年ごとに実はご開長されてまして、えー、この前ご開長されてたのはですね50年前の1973年ですから えー、スタッフさん生まれてないです <laughs>、はいえー、それを見てきまして、それなんでね、まばたき大師っていうかと言いますと、えー、空海お亡くなりになって300年後にですね、えー、鎌倉時代の天皇がそれをぜひ見たいということでおっしゃられてですね、土見門天皇と言います。でその方がその天皇さんが、弘法大師のこと好きだったんでしょうね、えー、すごい。まあ えーまあ、消えされてたんだと思うんですけどその,あの瞬き大使とはその時言われてなかったわけですはいその土門天皇がその像を見られた時になんとそのその中に描かれた空海さんの目がバチバチバチって3回瞬きしたという伝説が残ってるんですねだから瞬き大使なんですというのも高野山に眠る空海ね高野山和歌山県ですけどね 奥の院にの眠ってる空海はですね835年の3月21日にお亡くなりになったんですけれども、えー、その入滅と言いましてね入場と言いまして生きたままでそのまま私これからもう向こう行っちゃうからねということでねそのまま要するに、えーね、そのままの姿であっち行っちゃうわけですで私は空海はですね、えー、そのね えー、生きてですねこのように、ねえー、私は即身成仏ねこの,この身このままで仏となって、えー、このようにですね、えー、生きとし生けるもの人間がいる限りですね私は、えー、残らずその、ね、人が救うまで,です、ね、人が救えるまで私は活動するというふうにおっしゃってお亡くなりになっております、はいで。その伝承が残っているわけですね、はい いろいろそういうですね不思議なお話のある空海。私も高野山にですね、えー、ご縁があって、えー、スピリチュアルな合宿をですね、えー、5年連続でやったこともあります。ご一緒した方はね、懐かしいですよね。はいろいろな神秘体験もありましたけど、今日はですね、その空海のですね神秘的なお話をですね、えー、ちょっと皆さんに2、3、紹介をしてですね、えー、皆さんにも、えー、その工房大師空海の極読をですね、ぜひ、えー 感じていただけれもともと私たちね「弘、え、法、ー、大師空海」というは歴史の本でこんな感じでですね,、えー、ね空海って、えー、出されているね感じの、えー、お姿ですよね。えー、これがまあ普通なんですけれども実は大正人そこはすごいですよ、はい。リアルな写真を持っております。<laughs> えっ <laughs> 今からお見せしますからね。工房大師空海。1250年の時を超えて皆さんに工房大師空海様のリアルな写真をお見せいたします。これでございます。じゃじゃーん。わかりますかこれです。工房大師空海ですね。すっごい彫りの深い顔ですね。超男ですね。なんかね。<laughs> いわゆる今,今でいうところのソース顔みたいなね。えー、ね、えー、なんていうんですかね、ちょっと、あの、郷、まあ、ひろみと、なんかね、えー、それこそ、えー、なんですかね、えー、アスリートの室伏さんを足してに出会ったような <laughs>、そんな顔に私には見えます。ちょっと日本人離れした堀りの深い顔でしょ。これ何かと言いますとね、 実は大正時代に念写という技術でですね、超能力者が写した空海のお姿なんです。念写ってできるんですよ、皆さんね。超能力の一種ですけどね。はい。まあね、それがね、これね。はい。私はもうこれ本当にね、空海の本当のお空海、古墓田氏のお姿だなと思いますね。はい。えー、その空海さんの、えー、逸話をですね、皆さんにちょっと紹介したいですね。 えー、3つ4つほど、ね、紹介させていただきましょうやっぱり、ね、最近、ね、ネットがあって本当に便利ですよね空海って弘法大師ってね、あのー、検索するとバンバン出てきますんで皆さんも是非ねご覧になってください、えー、一つがですね、えー、空海さんの本当に、えー、不思議なお話その1がですね 空海は7歳の時険しい山に登ってこう祈りました私は大人になったら多くの人々を救いたいこの願いが愛がうなら釈迦如来を姿を現したまえ。 釈迦如来っていうのは要するにお釈迦さんのことですよねもし金丸のなら命を捨ててこの身を捧げようということで空海が崖から身を投げたところ釈迦如来が前よりそして天女が前より空海を抱き止めたそうですと命を救われた空海は感激しこの山にお寺を光年開いて釈迦如来を祀りましたそれが四国八十八箇所霊場の一つである出釈迦寺、えー、釈迦が現れたので出た釈迦って書いて出釈迦寺香川県 ね、これもあのお札書ですね四国88カ所令状のお札書になります、えー、空海が身を投げた、えー、この寺に写真身を投げたと書いて写真がたけという、えー、断崖絶壁がありますと、えー。2番目の逸話がですね若き日の空海高知県の室戸岬の洞窟にて虚空像愚問寺法という修行に取り組みましたと えー、国蔵愚問呪法というのはですね、えー、国蔵菩薩の信言すなわち密教の呪文ですねこれをですね100万回唱えるという100万回ですね、えー、これを唱えると宇宙レベルの超人的な記,力記憶力を得られるメソッドトとして知られていますということなんですで空海がこの修行に取り組んでいると空に輝く金星が光の塊となって空海の中にゴーンとともに飛び込んできた いう伝説があるんですね、えー、金星は国蔵菩薩の生まれ変わりとされていることから空海は国蔵菩薩と合体するという神秘的な体験をしたんですこの時空海は悟ったと国蔵愚問時法を成し遂げて、えー、悟ったということに、えー、なっております空海が修行した洞窟ロクドっていうんですかね は今も残っており、これ、村戸岬ですね、高知のね、パワースポットとして人気を集めていますということで、国造蔵愚問寺法の国造菩薩信言はい、えー、大自然に久々にですね、私はですね、これ、何年前ですかね、30年ぐらい前、えー、チャレンジしましたね、100万回ね、えー、残念ながら、覚えてるのは55万回ぐらいで <laughs>、止まっておりますけれども、ちょっと皆さんに紹介をいたしましょう。 平仮名でいいですからね本当はもともとね、えー、難しい漢文字になってますけど平仮名でいいですから「濃厚シ社ギャラバヤオンありキャマリボリソワカ」と言います「濃ャ赤社ギャラバヤオンありキャマリボリソワカ」と言います意味はですねこれね アカシャーというのがですね、これ、枯空像っていう意味なんですね。アカシックレコードの語源にもなってるんですけど、宇宙のこの虚空のことなんです。ここにね、すべての知恵があるというのが虚空像菩薩のね、お姿なんですね。だからこの虚空像、すなわち宇宙の本来のね、知恵に私は身を任せ、帰依いたしますという意味になります。もう一回言います。濃坊、アキャシャ、ギャラバヤ、

ね今年中に大善人は達成させていただきますこれなぜかというと皆さんの前でこれをね誓いを立てましたなぜかと言いますとはいねこれもう皆さん先ほど言いましたよね私大善人は釈迦そして弘法大使空海のご縁を任じて2500年の時空を経て1250年の時空を経てねっ えー、私、美力ではありますけども、この日本をですね世界一のですね本当にいい国にするために、えー、この身をですねまさに空海がおっしゃる促進成仏となって、ですねこの身このままで仏となって、えー、酔っ払ったら時々ね、仏がですね大脱線して、ですねいろいろとですね、えー、本当に、えー、酒大荒れの大勢になる時もありますけども、えー、まあそれはさておきですね、それもですね仏の姿でございますよ。ね それもこれも全部含めてですね人間のすべてがですねこの宇宙そのものの現れですそれを空海は促進成仏と言っています皆さんその,みそのままで仏ですよって言ってるんですよ、ねえー、よろしくお願いします、えー、3つ目の不思議なお話空海が密教の本拠地に高野山を選んだ理由として次のような言い伝えがあります 中国での留学を終えた空海は密教を広めるのにふさわしい場所を求めて帰国の船が出発する港から空に向かって3コシを投げます3コシって、ね、空海がこう持っている密教の宝具なんですねこの鉄で,できあの真鍮でできている宝具です3コシはまぶしい光を放ちながら雲の中へと消えていきました日本へ帰国後その3コシを探し回ったところ 高野山の松の枝に引っかかっているのを発見空海の投げた三古書は海を越えて1万4 0 0 0メートル飛行したのですとこうした高野山は密教修行のための道場として広がれこの松の木は三古の松と呼ばれるようになりました三古の松は今もなお金剛武士の三江戸の前で美しい葉を広げそのパワーを授かりに多くの参拝者がやってきますと それから4つ目、ままあります。813年平安時代の初期嵯峨天皇はさまざまな宗派のお坊さん、えー、空海を含むを宮殿に招き仏教についての討論会を開きました当時の仏教においては長い間ずっと修行しないと仏になれ,な,れないと考えられていましたが空海は人は誰でも今すぐに仏になれるこれがだから促進成仏ということなんですはい。 あの勘違いいいしないでくださいね、えー、即身成仏今このままこのままこの場でね、えー、その死んじゃうよっていう話じゃないです。えー、人は誰でも今すぐこの場この瞬間に仏になれるというのはもちろん悟りを開けるということですよね覚醒するということなんです。 大成人も大きなテーマとして皆さん本当にね覚醒を目指しましょうという話をしております宇宙とつながるというのが覚醒ということのポイントなんですけどねその覚醒というのは一瞬でもいいんです皆さんがそこにつながってその時間がだん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 増えてくると本当の自分というものを思い出していきますからねで空海やっぱりそのことをお話ししたんですけども誰一人として空海の話を信じなかったため まあ昔のことですからね当然ですよねえー、って私たちねそのままで仏になれるんですかっていうことですよね、えー、誰も信じなかったと逆天皇も信じなかったということですね、えー、そこで空海は手に地権院を結び真言密教の呪文を唱えましたすると空海の体は黄金に輝き始め、えー、そして、えー、大日如来の姿に 変身したのです。えー、その場にいた貴族やお坊さんたちはびっくり仰天、えー、天皇祭も空海の姿にひれ伏し手を合わせて拝んだと言いますとはいですから古坊、えー、大師空海というのは天皇からですね下司と言い,いまして金剛武士ね高野山というのは金剛武士と言います高野山を頂い,いたんです正式にね建設を国のお金で開きなさいということで いいただいただそれから京都に有名な五重塔がありますよねあれ当時東,東の寺手がいて当時と書きます,言いますけどあそこも弘法大師の、ね、開いたお寺ですあれもですから天皇さんから、ねえー、下司賜った要するに、えー、国家のお金でですね建て,建ててくださいよということで開いたお寺になるんですそしてもちろん関西だけではないんですよ四国にはね88箇所霊場を巡りのね えー、空海が開いたお寺があってその秘密もあれですけど今日は時間がありませんのでまたいずれかの機会にですねこの四国88か所の秘密のお話もね、えー、ぜひどこかでしたいと思うんですけどねこれね鶴さんの、ね、ソロモンの秘宝アークの話と実は関係しておりましてだから歴史は国家の最高機密じゃないんですけど、ね、歴史というのは本当はもう書き換えられてまして世界中で,ですね日本人だけが知らないんですよ。 はい世界のルーツはね、えー、文明のルーツは日本にあったっていうのはユダヤ人の方も知ってましてそれはソロモンの秘宝ね秘密のアークが四国はね剣山です徳島の剣山に、えー、眠ってるというのを知っているんですそして戦後 GHQ がそこを発掘したりユダヤ人のですね えー、レビと言いますけどもラビと言いますけどもユダヤ人の僧侶がですねぞろ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 やってきてですねいろいろ発掘調査をしていたりします。日本人だけがポカーンとしてるんですよお願いしますよ、ねえー。その秘密の話はまたいずれかしたいとは思いますけどね今日はですねその東京ね近辺、はい、皆さんもよくご存知の工房大師空海のゆかりのお寺がありますよね。はい それをちょっと紹介してね前半のお話に結びつけたいと思うんですけども、えー、初詣ねえー、行きますよね皆さんねえー、スタッフさん、えー、ヤングイケメンのスタッフさんねえー、どこ行きますかスタッフ大 <laughs> 体初詣どこ行きますか <laughs>、えー、ちょっと書いていただけますかはいえー、まあ神社かねお寺に行かれるのが多いと思いますけどねはい。 えー、初詣いつも行かれるるとところあると思うんですね日本人って行きますよね日本人って別に宗教に縮てでるっていうこと関係なくねやっぱり宗教信としてですね何かしら大いなるものにねおかげさまというような感じでですね、えー、手を合わせて、まあ、お願い事しに行くっていうね習慣があるやっぱりね神様みたいなことをどっかでやっぱり信じたからおかげさまっていうようなね、えー、言葉をですねやっぱり発する言葉になってますよね。 はいえー、スタッフさん、何、えー、か調べたのかな <laughs> あ、小網神社あ、ありますね。はいはい、あります、あります。日本橋の方のね。はいはい、そうですね。お金の、えー、ご縁ができるようなあ小網神社ですね。はい。いいところですね。はいえー、実はですね、その日本全国で、えー、初詣ですね、えー。参拝客がですね、一番多い。 場所第1位がこれがですね東京の明治神宮ですねだいたいね明治神宮が第1位ですところがですね第2位第2位がですねもうほとんど毎年ここですね東京の隣の神奈川県ね川崎市にある川崎大師ですよねはい川崎大師でしょね 大師で作っていうのはもちろん弘法大師のお寺ですよ。はい、弘法大師ゆかりのお寺ということなんです。ちなみにですね、川崎大師はですね、平安時代、1100年代の末期にですね、漁師のですね、平間何がしという方が漁でですね、引き上げたところ、弘法大師像を引き上げられた。つまりそれはね、 たたまたま偶然ではなくて夢枕に弘法大師が立たれる夢を見て私の像が浜にあるから引き上げてきなさいという夢を見てそして網を投げたら弘法大師像が出てきたんですはいそれでできたのが川崎大師平安時代の後期なんですねはい今から約年ぐら約年い前の 古いお寺です。そして、えー、初詣でですね一番、えー、参拝客が訪れる大体全国で第3位のお寺そうなんです成田山新勝寺ね成田山です、えー、成田山新勝寺ね新たにかつ寺と書いて成田山ですね、えー、新勝寺ですけども えー、あそこも弘法大師ゆかりのお寺なんですね。一応ですね、参拝される方は不動明王で有名な、ねえー、お寺になってはおりますけれども、弘、え、法、ー、大師ゆかりのお寺ということで、なぜかと言いますと、はい、これはですね、もう少し、えー、川崎大師よりももう少し古いんですね。えーえー、ゆかりがですね、実は、えー、これも平安時代の初期、900年代に、実は、 えー、ちょっと戦乱がありまして、えー、関東をですね、えー、平将門という人がですね、えー、戦乱がありましてちょっと歴史でですね並んだんでなんか平将門聞いたことあるなと、ね、思われると思うんですけど平将門の乱というのがあったんですね、えー、これがちょっとあの京都の方の朝廷に反旗を翻したということでまあえー、乱ということになってるんですけどね平将門時代はすごいねパワーのある方でやっぱりねすごい えー、平将門,門にまつわる神社が実はここの、ね、鳥越に近くありますよね神田大明神なんですね。あれかんあの平将門を沈める実は神社だったんですよねはい元々はですね。で、えー、平将門のですね「将門塚」とかいうのもですね えー、ここの、まあ、近,近くというかね、えー、割とやっぱり東京ね千代田区のですね、えー、三井物産の本社のすぐ近く千代田区にあったりしますけどその平将門の乱を治めるために、えー、実は弘法大師が開いた、えー、お寺が先ほど言いましたように、えー、和歌山県の高野山金剛武寺なんですけどもそこの大僧上がですね、えー、実は弘法大師のお告げを聞いて。 真言、ね、宗というのはですね,、えー、ね先ほどのだから川崎大師ももちろんですから真言宗なんですね甲府大師が開かれた、えー、密教の宗派を真言宗と言います真言、えー、宗のお寺あですからそこが川崎大師そして成田山新勝寺ということになるわけですけどもその真言宗の大僧上がやっぱりこれ有名に見られて、えー、その平安政権の乱を鎮めるために 東の地に行きなさいということでその東の地に行かれてですねなんとですねその成田山ね今の新勝寺が建っているところでですねもう一つ3個所を発見した私がですね実は唐で投げた中国の時代に投げたですね参考書は1つが高野山でもう1つが その関東の地に届いてるんだと <laughs>。で、それを発見したところが、成田山という伝説が残っております。900年代ですね。今から1100年前ほどの前のお話でございます。それが成田山、新勝寺なんです。はい、で、えー、日本一位はもちろんあの神社ですからね、これはね、天皇様の、まえー、明治神宮ですね、明治天皇を祀っている。 なんですけどなんと2位と3位初詣ね行かれる初詣客の2位と3位が皆さん工房大師の功徳を求めて知らず知らず知ってか知らずしてかねはいこれはもちろん、えー、工房大師空海のですね、えー、そのですね、えー、スーパーなパワー、えー、祈ると必ずですね工房大師の極読がいただけるという経験をされているからこそ日本人がこのね えー、この1250年にわたって、えー、やはり弘法大師空海をですねいまだに進歩しているということになっているわけです、えー、皆さんもぜひですねあのこの辺のですねエピソード今日は紹介させていただきましたの、ね、ご縁にですね弘法、えー、大師空海様とですねつながっていただいてですね、えー、ぜひですね、えー、私、えー、大仙人は自称いたしますね 釈迦の弟子でもあり空海の弟子でもあったというね2500年そして1250年の時を経て、ねえーね、新しい時代を切り開く大戦人とともにですね、えー、ぜひですね、えー、自分自身もですね促進成仏目指してい,いっていただきたいと思いますそれにつけてもそのポイントは「農房アキャシャギャレバヤオンアラキャマリボリソアカ国蔵信言」なんです。 はい、そして、えー、この日本がです、ね、これから新たな、ね、歴史を切り開くというもう一つのお話としてこの本から少しです、ねえー、情報を紐解いていきたいんですけども、えー、富士安山大神宮の渡辺大宮氏、えー、ちなみに7月2日、ね、日曜日、えー、また富士安山大神宮ですね参拝いたします、えー、大仙人号はですね、えー、もうほぼ満杯になっておりますが 現地集合でですね参加もできますんで、今から参加したいよという方は、ぜひ現地集合でですね7月2日ご一緒させていただければいいかなと思いますが、これ、重要機密ということで、今までの歴史がひっくり返るよということを、です書かれている部分をですね少しご紹介させていただきましょう。それはですねやっぱりね、こういうことなんです。 その昔、大昔ですね、富士山周辺に、えー、みんな暮らしていた。だからここが地球の里です。えー、日本のこの富士山からですね、世界に、えー、みんな散らばっていった少、えー。少なくとも10万年前からの歴史は富士山だと、宮,宮の下文書、つまりこれ富士山古文書ってやつなんですね。えー、富士文庫、これが世に出て証明されると。 えー、それだけではなく中国を開いたのは日本の皇室だということがわかりますとそれから、えー、中東の、えー、シュメール文明というのも、えー、全世界を開いたのは結局シュメール文明というのはね世界最後の文明というふうに今言われるようにうようやくなってきましたはいいろいろとね発掘,発掘が進んでいって私たちの歴史の中ではね約4,000年前にエジプト文明とかね えー、それからメソポタミア文明とか言いますよねちょうど今のイラクのあたりですけどあそこにもっと古い、えー、中国でいうところのカ王朝とかね夏とか言ってカ王朝って言うんですけどねこれが、えー、8,000年前シュメル王朝も約8,000年前でその両文明を開いたのが日本から富士山から行った皇室が開いたっていう風にこの古文書には書いてますっていうことなんです。 でこれはですね、その古文書、こんなの書いてるの嘘に決まってんじゃんということで、偽文書ということになってるんですけど、やがてこれが本当になったんだということがわかるんです。で、それだけじゃないんです。はい、もっと古いんです、実は、はいえー。日本には赤城山文明というのがあって、なんとこれは200万年前。 夏井戸遺跡というのを発掘していますが、えー、残念ながら大パーツですね、えー、こんなの嘘に決まってんじゃんということでうやうやにされていますとでこの古文書には500万年ぐらいに人類が世界中に散らばっていって例えば、えー、アメリカンインディアンとかね、えー、南米のインディアンとかそれから、ね、アフリカのですねエチオピアとかね あの辺結構ね、東洋的な顔をしている人いるんですよ。あとはユダヤのね、中東のイスラエルとかね、いうのも全部日本から言ってるんだということを一生懸命この本は書かれております。そしてもっと古い時代の話。今の人類は小人人類ですと。その前は実は巨人でしたと。その前は超巨人だったんだと。はい。 恐竜時代からいたんですよと。7億年前にも人類はいたんです。巨人だった時代なんです。ということでね、皆さん知ってますあの、東日本大震災か何かの時にあの、宮城かどっかで、その巨人の写真が写っちゃってですね、えー、崖崩れしたところのね、えー、崖に、なんか20メーターぐらいの巨人の骨が出てきて、えー、それで、一瞬それが写っちゃったんであ、いや、まずいっていうことで、 あの青いカばしいとして隠したっていう事件があったんですよ。はい、これも「オーパーツ」ということでね結構言われてるんですけどね。はい、つまり、えー、やがてわかると思いますけど、えー、一番最初の文明というのはね富士山のところにあったその文明の中心がですから今の天皇の本当の本当のルーツというのは富士山のところにあった王朝です。富富士士王朝ででですすねね、えーまあ、ぐらいぐらいいるんでしょう、ね、わかんないですけど、えー、そこに再建されているのが富士麻生山 大神宮ということになるわけですから私は世界のルーツのルーツのルーツを大聖人は参拝しているんですよということねそしてそこに、えー、大元の宇宙の本当に根源の神というね私は神と言わなくても別にいいですよ宇宙根源の宇宙のエネルギー宇宙そのもののね、えー、そのエネルギーそのものが宿っているところですよというふうに言ってるわけです7月2日はまず是非ご一緒しましょうはい前半ここまででございますスタッフさんよろしくお願いします リッチベルシュクラブでございますはい皆さんもう今日本の株見てますかもう大事な予言通りねもう今週も爆上がりでしたね高値更新高値更新高値更新でついに簡単に3万4000円台突入いたしましたはいもう予言通り3万5000円すぐそこですさあそうなるといよいよあの33年前の 日本がバブルだった時のね、えー、ヤングスタッフさんは全然知らない、バブルってやったのかよっていうね、そんな時代あったのかよってね、えー、幻のだバブルっていう感じですけどね、えー、バブルあったんですよ、本当に日本経験がいい時はね、えー、ヤングはみんなね、あのディスコではディスコとも言いませんけどね、最近ね、踊り狂ってた時期があったんです、えーね、その時の高値が3万8900円です、もうそれもうすぐ突破しますよということです。はい えー、あと1年ぐらいはこれ続きますからね。えー、来年の夏ぐらいまで続きます。多分5万円ぐらい近くまでいきます。えー、だから今の約ね値段っていうのはまだまだ安いです。はいというわけで、今株式投資したらね、当然のごとく面白いですね。面白いことになると思いますんで、ご参考にしてます。はい、それから工事現務地波動研究所の方ですね。はい。 えー、先ほど、小し空間の話しましたけどねなぜ空海ってそんな不思議な,なことできるんですかってね昔はねもちろん科学的な見地なかったですからね全部波動の世界なんですよ、先ほどね周波数高周波のね癒しの音若い人間ほど聞こえるというのを、ね、やらせていただきましたけどねつまり若いというのは高周波の癒しのエネルギー出てるわけですから皆さん、一番癒し感じてるのどういう若さの時ですかやったら 赤ん坊の時ってみんな癒されてるんですあれ超高周波発信してるんですね赤ん坊ってねはいですから分かりますね皆さんね高周波というところに皆さんの体がチューニングが合うとね体が良くなる、ね、病気が治るというのを治ると言っちゃったらダメなんですけどこれ医療器具じゃないんでだけど事実なんですお試しコース5500円からぜひお試し えー、お受けください。はい、ありがとうございます。はい。えー、後半の方あと残り6分、少々でですね、えー、また w s クラブ東京支社長である大仙人が皆さんに、えー、お得な情報をお届けしたいと思います。今週はなんといってもこちらでございます。はい、石原和幸デザイン研究所がお送りするね、えー、盆栽 NFT、これを一押ししていきたいと思いますね、なぜかと言いますとですね、はい、えー、先週の土曜日、6月の10日、石原和之さんね、えー、速報しました通り、先週ですね、あなんかこれ、ビールこぼしたのかな <laughs>、えー、この石原和之さんですね、エリザベス女王とも一番会話された日本人ということでね、えー 英国はでですすすねねガイデニングがすごい盛んなところですよ、ねえー、つまり、庭園技術をです、ね、競うフラワーショーというのをずっとやられてるんですけど石原和キさんのチェルシーフラワーショー2006年から2019年まで、ね、14年間連続で金賞を取られてゴールドメダルで3年間2020年、21年、22年はコロナの影響で残念ながらいけなかった。 4年ぶりに2023年今年チェルシーフラワーショーに出品されてね宣言通り金賞を獲得されてきましたそれの金賞受賞記念パーティー,ねー出席をしてまいりましたということなんです恵比寿のウェスティンホテルで,ですね出席をしてきました大声人東京支社のね皆さんもですね約10名の方ご一緒させていただきました、はい えー、本当に、ね、あの英国のです、ね、有名人の方々が絶賛のです、ね、この庭園技術なんですけれども、ね、その三原和行さんは、えー、三原石原和行デザイン研究所という会社をされてますけどもそこがです、ね、三原王国ということで、えー、庭園をです、ね、こういう形で,です、ね、ご自身のです、ねえー、石原 え三原王国というのは長崎県の長崎市の三原地区はいここにですね、えー、大庭園を今作ろうということでプロジェクトをされておりますでこの中でですね、えー、育てられているさまざまなるこういう盆栽はいこれをですねね金賞受賞の石原和之さんがですね、えー、DD フィンテックと組まれてですね、えー、ぜひぜひぜひということで一、えー、体 一この一体のですね盆栽、三原王国で、えー、育てられている盆栽、小口一口10万円にして NFT、ねえー、デジタル資産として発行されたのが石原和幸盆栽 NFT になるわけです。はいえー、今日はですね、えー、久々にですね皆さんにこの、ね、盆栽の凄ささ、ね、どれぐらい凄いかと言いますと。 13種類の盆栽が、ね、発行されておりますが、はい、うち2種は売り切れております。もう1回いきましょう。前も紹介しましたけどね。B0001、限定250口、1位特大ベンサーこれ、石原王国でこういう風に生えてるわけですね。えー、多分これ、樹木ね、10メーターぐらいあると思うんですけど、これ、限定250口です。だから、1口10万円ですから、原価は2500万という風に見積もられてるわけですよね。はい、でこれが、えー 一応ですねこの盆栽 NFT どれぐらいになるかというとね大先人の盟友の、えー、池山先生の駅ではこれ100倍になりますよ、ね、一口10万円で買っていただくと100倍ですから皆さん計算してくださいねはい、えー、それぐらいの値段で、えー、これ NFT が売れるのはこの夏以降ですねはい皆さんアプリで,ですねアニメーターというアプリをダウンロードしてメタマスクというやつと合体させていきますんで イーサリアムの方の部分との合体がありますからイーサリアムの会員も皆さんどーっと乗り込んできますからね世界中の人がこのねめじロ押しの石原和幸さんの盆栽買いに行きますからね今のうちに外買っていてくださいね1口10万円です B001 が100倍ですそして B002 限定150口1500万円ということで見立てられた盆栽これがこちらですねこれは50倍ですはいそして B002 はいえー、これが120倍これ、ね、石付きのねこういうねおしゃれな盆栽松ですはい、えー、これね120倍というふうに出ておりますよ皆さんの頭の中で計算してください一口10万円が120倍ですよはいそして、えー、B004 の25口これが実は売り切れております、えー、B005 巻きですねこういうね周りを活用した 特大の巻樹齢200年、はい。これも100倍ですね。10万円が100倍になりますよ。はい。それから、こちら、巻特大。こちらは樹齢1百300年。さらに大きいやつですね。ですから、これ150倍ですね。150倍です。これおすすめしますよ、大聖に。皆さん、こそっと買っておいてくださいね。ねもうすぐ売り切れると思いますよ。だって、ね、パーティーしまして。 えー、その場でですね、申し込んでくださいねってね、皆さん、バチバチバチってね、約200名がそのパーティーでね、えー、お祝いをさせ,さ,、えー、させていただきました。これ、牧き特大、樹齢150年、40倍です。はいえー、それから、これが御用の松ということで、これなんと200倍です、御用の松。こういうね、えー、5つの葉っぱの形をしたのを御用葉の松といいます。こっちが限定50口、えー、樹齢200年のは100倍です。はい えというようなわけで、まだ売って、ねえー、ありますけども、もう売り切れ間近じゃないかというふうに大戦には思いますので、今日本当にラストチャンスとして皆さんに、設楽和樹さん、ねえー、この限定発売の一口10万円の盆栽ご紹介をさせていただきました。残りわずかですので早め、はい、持ちになります。そして東京支社のキャンペーン、引き続き、 延長しております。1コイン3万円お買い物の方はもう1コインプレゼントします。紹介者にも1コインプレゼントします。10コイン買っていただいたらプラスボーナスです。30コイン。30コイン買っていただいたらプラスボーナスで150コイン。50コイン買っていただいたらボーナスでプラス250コイン。3万円のコインがそれだけ。 増えていくわけですからそれも計算してみてくださいね6月末まで東京シャキャンペーンでお送りしておりますはいというわけでここで時間になりました第140回ハッピーラッキーミラクル大成人のハッピーラッキーミラクルタイム今週もこの辺でお別れでございますそれではまた来週お会いいたしましょう Thank you